皆さんこんにちは。こんにちは。ワードラーケットのはじめです。シャーです。今回ですね、はい、シャーさんから、はい、ちょっとやったぜというお話がまあそうですね。全日本社会人卓球選手権大会、はい、まあ大人のインターハイみたいなもんですわね。あ、そうですね。はい、大人のインターハイの個人戦版に、はい、千葉県予選。はい。4年ぶりぐらいですかね、その復活して、はい、うん、なんとまあ出来すぎの結果なんですけど、はい、1位通過で本戦に出場することが決まったと。で、まあ、こういうこと言うと申し訳ないですけど、自分が勝ったっていうことに関しては、はい、そんなに嬉しさはやっぱりないんです。嬉しそうじゃなかったですもんね、そんなまあまあまあみたいな、はい、っていうのも自分の中ではもう何回か出てるし、はい、っていうのもあるし、出たところで感もあるんですよ、正直なところ。例えば高校生とか大学生のうちに全国大会出て結果が出せば特待生とか推薦もらえるっていうのはあるんですけど、まあ今はもうね、そういうのはないじゃないですか、基本的に。あ、まあそうですね。全日本社会人出たからね、日本リーグから T リーグからもう一回誘いが来るってこともないですしなので、まあそういった自分が勝ったことについての嬉しさっていうのはないんですけれども、はい、ほとんどないんですけれども、はい、自分の卓球を見てかっこいいとか面白いとか言ってくれる人がいて、でもう1回だけ全日本選手権に出たいと今思っているところです、はい、もう一般の部で、はい、はい、でまあ、そのためにちょっとガチ試合、社会人とか国体とか東京選手権とか出て、まあ、ステップにしたいなっていうところで、一つこういう結果が出たっていうのは、まあ自分のためじゃなくて、うん、見てくれる人のために卓球ができて、こういう結果が出て、うん、まずは良かったなっていうところと、あとは卓球上達のまあ真実っていうのを追求してるじゃないですか。その僕の動画っても結構、ね、なんか哲学的なところだったり、そうですね、はみたいなところあると思うんですけど何はみたいな、その分かる人ははい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 、いろいろすっ飛ばしてこうだよっていう、そのもうまるっと結論を一言で言ったりしてるんで、はっみたいなことはあると思うんですけれども、今回その一つのキーワードでもうはじめちゃんと一緒に身体操法を勉強してるじゃないですか、はいはい、そこでね、試合中いろいろ話すところで、これをやっぱりちょっと皆さんに伝えたいなと、はい、結果はとりあえず置いといて、まあ、優勝したことは良かったと、良かったですね、とても良かった、はい、皆さんに喜んでもらったとか、かっこいいそのプレーをまた見せることができる、で全日本選手権にも、うん、まあ、まだまだ挑んでいいんじゃないかという体制ができていると。でその中で今回そのやっぱりつわものが出てるわけじゃないですか。いや、そうですね、もう強えよみたいな、いっぱいいますよ本当、なんかもうなんか誰とってもおかしくなるところやっぱちょっとあったりしますからね、強えよと。はい、で一人注目の選手、はいはい、まあもうちょっと実名出してもいいんじゃないかなと思うんですけど、東京ガスの上園選手、はい、めちゃくちゃかっこいい卓球。そう、鹿児島から、高卒でその実業団に入って、はい、鹿児島工業だと思うんですけど、はい、すみません、噂によると、はい、もう中学生の時とかは専修大学にいる田添健太選手とかに勝った説がある、噂です。噂なのでちょっとごめんなさい、分かんないです。はい、でももう能力値はすごいでやっぱりその上園選手のプレーを見て、はい、一つキーワード、これは皆さんに伝えたいキーワードだって今から言いますけど、力みがない、全然ない。なんかもう力みがないことによってためがない、うん、要するになんかね、これ今ほとんどの卓球を教えてる人とか今まで僕が教えてもらったことと逆のことを言います。はい、ためない、うん、僕もよく言われたんですけど、しっかり溜めて打てよ。ああ、言いますね、結構つつきはギューッとしてみたいな。でも今僕の中とかはじめちゃんとか布袋先生とかいろんな交流して溜めないことの方が良い、重要。はい、ここも出典っていうか、一応柔道の人の研究で、力むことによって起きる動作の遅れみたいな論文があるんですよ。ありましたね、あれ読みました、僕も俺もちょっとだけ読んだんだけど、やっぱり柔道の場合は力みだからグッて力んでる状態でのなんか話だったと思うんだけど、でもやっぱ結局力むと動作が遅れると、力んでパッて抜くって。なんか打つことによってか、なんかその動くことによってこの力みが邪魔な動作になってると。卓球の場合もそうだなと、もう今すごい卓球高速化してました。力んだ瞬間に遅れるっていうことが起きるんで、でそのねやっぱりこの力まずに打つというところがすごくキーワードになるんじゃないかなと、うん、でここら辺を詳しく話すとすっごい長くなるんでちょっとあれですけど、はい、いや力まずに強い球どうやって打つねんっていう話とかね、ためずにどうやって打つねん、どうやって打つんだよと、ためずにどうやって動くんだみたいな話はちょっと出てくると思うんですけれども、はい、一つ結論としては力まない、力感をなくす、うん、これをちょっとまあ卓球本当に上手くなりてえわって人は覚えてもらったらいいんじゃないかなと思います、うんうん、で今力感を取るためのエクササイズっていうのをやってるんですよね、はいはい、常時僕も常時やってます、常時やってるけど、はい、言えないこともないけど、あの出典をちょっと正しくとか、もうちょっとほわーって出したいから、あ、そうですね、なんかほわーっていく時が今後あるかもしれないからちょっと今は言わないし、はい、まあ、あとここで言っても理解されないから言わない、現地でお会いした人にはそう現地で会った人は効果を実感していただいてるで、現地で会った人っていうのは布袋先生とコラボで作った「シャーロンポー身体スピード徹底解説編」で、うん、現地サポートをした方々っていうのは、うん、その効果っていうのを感じてもらってるんですけれども、はい、とにかく今回言いたいのは力みを取る、力感をなくす、あれですよね、おそらくでも多分こう言ったら「じゃあためない」うん、手打ちみたいな、力まない、ああじゃあもうこんなんで振りゃいいのって思う方もいると思うんですけど、そうではないで、おそらく頭で考えてもたどり着けない領域なので、これをねいつかは披露できたらいいかなと思うんですけども、はっきり言って卓球じゃないので、確かに身体操作だから、はい、それを卓球に落とし込んでもいいんだけど、うん、やっぱりこれねなんだかんだ結構長く続けないと1日2日1週間やったぐらいじゃっていうね、結構初めなんかに自分は逆にもう今教えてもらってる立場、まあ僕ここやった方がいいですよみたいな、僕できないから結構やりたくなって多分いっぱいやってるんだと思いますけど、いやでもね本当に上園選手のプレーちょっと乗せたいんですけど画質がちょっと悪いからちょっと乗せれるかどうかわかんないけど、はい、乗せようかな、いいプレーだけ。ためないバックハンドってどういうものなのかって、カカオンソラン出てる球はめちゃくちゃやばい、チョーンっていうのをちょっとまあ見てもらえればいいかな。まあこういう感じでやっぱり上園選手もね確実に上級者層と言っていいと思いますので、こういうバックハンドパンっていうのをちょっとイメージしてもらえればいいのかなと思います、はい、というわけで、まあ、今回伝えたかったのは全日本社会人予選に出て、うん、やっぱりこの力みを取る、うん、力感がない動作っていうのをすごく今回重要に感じたので、それをまあ皆さんにこうふーんでもいいけど、うん、なんか言っとるわでもいいんですけど、はい、僕が伝えたという事実だけは残したかったと、はい、というわけで、まあ、この動画が何かの参考になれば幸いです。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。